16時15分発亀田君津バスターミナル君津駅行き東京君津線日東交通はただいまから12番乗り場で乗車改札を開始いたします。 The Tokyo Kimitsu Line service to Kaneda Kimitsu departing at 16:50 will soon depart from bus stop number 12. しておりまして、まず最初注がせていただくのはこちらしっかり系のお酒になりますね。こちらの白鶴酒造さんのお酒になります。いつもコンビニとかでもお見かけするマルですね。こちら作ってる白鶴さんが2年前に若手の社員さんで作った、別に鶴とか言って別格というお酒になります。では次ですね、こちら鴨しびと九平寺さんのお酒になります。こちら兵庫県産の山田錦 100% を使用した華やかなお酒になります。この3種の中だと一番香りと甘みも広がるお酒にフルーティーなお酒になります。で
ら雪男という作品になります。本醸造で、まあ、あの味わいしっかりと、まあ、思うんですけど、ちょっと新潟の方のですね、ちょっとキレだったり淡麗さがこの3種の中では一番目立つので、スッキリタイプとさせていただいてます。そうなんですよ。なので、まあ、で、チキラベースで、ね、そうですね、はい、コアントロだったり、今、レモンカジュだったりっていうものが、こちらのかき揚げがお二つ、はい、こちらにタッチお願いいたします。こちらレシートになります。こちらのお客様機械になります。はい、こちらの番号札を持って右手でお待ちください。はい、171番でお待ちのお客様、かき揚げが1点になります。はい、出来たてです。お楽しみください。はい、ありがとうございます。